まだまだ借りてる人いるんですよ。これ大変なことだと思うけどね、返す時になったら。飲食でね、5000万の売り上げの人が5000万借りたらね、通常返せないですよ。でここにちょっと僕これもメルマガで読んでたんだけど、これは結構有名な方でね、この、小堺、これは圭一郎って読むのかな、社長のベンツはなぜフォードアなのかみたいな。ああ、ありますね、うん、まあ10年ぐらい出た有名な本だけどね、うん、それを書いた方で、まあこの方のこのコロナ融資アフターセミナーか、これの、まあ、こう売り込みみたいなメルマガなんだよ。これとか読むともうすごいよね、もうね、はちゃめちゃな状態でこれをいいとも悪いとも言えないから、これはもう活用したもん勝ちだみたいな、まあ、この方はどんどん借りろっていう主義だからね、だからもうこういうものが世の中に流れとしては出てきてて、誰も体験したことないんだから分かんないですよ。そこでちょっとこの借りられそうな、まあ、いい制度が出たとしたら、まあ、それ全部活用してやろうみたいな、結局だからそれはもうめちゃめちゃなことになっていくと思いますね。とはいえ経営者の方々にこうどう僕としてアドバイスするかって言ったら、やっぱり借りて本業がダメなんだったら、いまいちなんだったら別な事業をやるっていう、これしかないと思うんですね。この一択だと思うんですよね。武田塾をやれっていう話じゃないんですけど、やっぱり本業がいまいちだったら資金を借りて本業には突っ込まないで、アフターコロナでも伸びていく事業をやる、利益率の高い事業をやる、これしかなかろうと思うんですけどね。返せないって思うから借りない人もいると思うんだけど、これも本当分かんないじゃないですか。もしかしたら3年後にね、これ返せないから倒産ですっていうふうになったら、特製例と同じだから半分にしてあげるとか、そういう可能性もゼロじゃないと思うんだよね。これまたね、1年後だったらね、みんなねもうちょっとリアルに考えるんですよ、うん、でも3年猶予があるでしょ、うん、借りない方が良かったっていうケースを今一生懸命考えてるんだけど、うん、まあ、借りたお金で新規事業をやって外した時だよね。新規事業なり、うん、今の事業に突っ込んで外した時は借りない方が良かったってことになるけど、うん、その人は借りなかったら細々とやってれば赤字にならなかったっていうことがあるのかな。でもね、普通はやっぱり経営者の頭で考えたら、新しいことやって失敗するリスクっていうのはあると思うけど、うん、こんだけ金利が安いわけですから、うん、5% 儲かる商売をやればいいわけでしょ、まあ、うん、今の事業をがそのままでも黒字というか、まあ、なんとかやっていけると、でそれをそのまま維持するっていうことであれば借りなくてもいいっていう選択肢が出てくるのかもね、うん、でも借りてどうなんだろうね、悪いことってあるのかね、うん、外したらダメだよね。借りれちゃうから外しちゃったら、うん、悪いことになるよね。そうだけどね。だけどまあ普通借りるよね。普通そうなると思うんですよ。だからどんどん経営者の頭だったらやっぱ借りると思うんですね、うんうん、そうなるとどんどんそういう融資が行われて、3年後にデフォルトする人もたくさん生まれるんじゃないかと思うんだけどね。おお、使い込んじゃって、うん、赤字が続いてる事業に突っ込んで、このね飲食とかがね、そのお客さんが戻ればいいけど、戻らないところにね、某カラオケチェーンがね、うん、15億円ね突っ込んだりとかありますけど、うん、あれもちゃんと立て直ればいいんだけど、その15億円無事かなみたいなね。そうですね。だからカラオケもなんかも飲食と一緒だから、うん、一体どうなるのかが、この今後コロナがね、うんうん、これによってもう突っ込むか突っ込まないかも非常に迷うよね、まあ、こういうのを追い銭って言いますけどね。今の事業に、ね、追加投資をして回復しないかもしれないから、新規事業をやるっていう手もあるかもしれないけど、新規事業もね慣れないことだから外すかもしれないしね、まあ、絶対儲かることがないからね、難しいよね。うん、でも、うん、まあおそらく皆さんこの借りていくと思うんで、まあ、その中で、いや僕はそこまでね、だから失敗をしないというまあ事業は選べばいいんじゃないかと思うんだけどね、そこまでだからでかく当てなくてもよくて、まあ硬いのことをやっときゃ、うん、いいんじゃないかと思うんだけどね。まあね、あの塾の業界誌があって、私塾会っていう本なんですけど、そこにフランチャイズチャンネルの
広告を前出してましたね。ああ出しましたね。お付き合いでなんかね一応広告出さないとなと思ったけど、武田塾の加盟募集ってなんか角度もいけてないなと思って、まあ、フランチャイズチャンネルのね広告を出してたんですけど、そこの一番上のキャッチフレーズが既存事業の立て直しより新規事業って書いてますね。だから今やってる塾がいまいちでね、なかなか生徒が増えないっていうのは早く武田塾やっちゃった方がいいんじゃないみたいな。つまり早くね、パンケーキやった方がいいんじゃないみたいなね。まあそんなのを思い出しましたね。うん、小坂井圭一郎ね、まあ、この方なんかはもうどんどん借りてどんどんやっていきましょうみたいな感じみたいですね。もともとのこの小坂井さんのこのメルマガタイトルがだって自転車操業万歳メルマガですからね。ああ面白いんだこれ、うん、そうなんですね、うん、まあ、やっぱりコロナ融資今後も続くみたいなんで、誰に相談すればいいのかっていうのは分かんないみたいね。自分よりもすごい経営者じゃないね、うん。確かに税理士もねちょっと答えようがないよね、うん、社長どんどん行っちゃいましょうとはなかなか税理士も言わないと思うし、一般的な回答しかできないよね、うんうん、だから体験したことがないからね、うん、こういうことになるんだと思うんだけど、貸す側も体験したことがないからね、うん、とにかくみんなバンバン融資は降りてますよね。降りてますね。これを使ってんのかな、どうすんだろうな。いや僕もね、中にはだって車買っちゃうみたいな社長いるもんね、うんうん、結構手元にあるから新車買おうかなみたいな、中古のベンツフォードアかもしんないけどさ、うん、借りたからってね、そこまで武田塾の加盟金にしたっていうのはまだそこまで来てないよね、うん、融資が降りたってところまでだよね、うんうん、まあ、今月は既存校の人たちは多いですけどね、まあ、そこから資金は、まあ、ただ武田塾のオーナーはそこまでやっぱね、他の業界にやっぱり僕は飲食が多いからね、飲食に比べたら武田塾のオーナーぐらいの借り入れ僕は大丈夫だと思います全然、うん、それに利益率が飲食よりいいからね、うんうん、そこはそう思いますね。はい、